Thank you.
エティオンを連れ去らせはしない。来てしまったか。我が自分も今回だけは引くわけにはいかない。世界中に愚か者と言われてもこの意志を貫いてみせる。時間と静寂を勝ち取らせてもらう。神秘の門を刻む。
傷を吐き四重に走れ。時間だ、ヘルメス。メーティオンの身柄は14人委員会が預からせてもらう。それからファダニエルへの推挙の話をどうするにせよ、お前にも来てもらうぞ。状況を見極めるにはその知識が必要だ。メーティオン、できることなら君の報告をゆっくり聞きたかった。その意味を考え、しかるべき言葉で伝え、みんなに己の行いを問い直してほしかった。自分が力及ばぬばかりに、その機会は失われようとしている。だが、君と自分の命運が他人に委ねられてしまう前に、せめてこれだけは聞かせてほしい。彼方の星に幸せは、命の意味は、生きる喜びはあったのだろうか。
私たちは言いつけ通りに探しました。ある時は残された記録から、またある時は死して漂う思念体から、時には絶命間際の遺言を聞き、知的生命たちの思いを心で受け止めてきたのです。ある生命は親愛にあふれる世界を目指していました。しかし傷つけ合わないための断絶、すなわち孤独に蝕まれ壊れていきました。ある生命はより良き暮らしを求めて発展に勤しみました。故に襲われ略奪された。報復で相手を滅ぼしましたが、彼らもすでに再起不能でした。ある生命は悲劇の根源は有限な時間にあると考え、時間からの脱却を、無限を探し求めました。結果分かったのは、宇宙でさえも有限であり、終わりからは逃げられないという事実。彼らは未来と共に生きる理由を失いました。ある生命は怒りや悲しみを呼び起こすもの、その一切を捨て去りました。同時に喜びも薄れ、生に意味はなくなり、静かなる自滅が始まりました。誰もが声で、心で、歴史で訴えていました。一生懸命に生きたのだと。最善を目指して精一杯歩んできたのだと。その上で彼らは思い知ったのです。絶望は、悲しみは、怒りは、孤独は、恐怖は、諦めは、決してなくすことなどできないのだと。故に私は、私と私、私たちは、この心に溶け合ったすべての先行く者たちは、終わりを歌う。恋しい人、美しいアーテリスの輝ける命たち、苦しいくせに意味のない生の首輝から解き放ってあげる。何にもならないんですもの。何もしなくっていいでしょう。終わりは合理的で美しい。乱れ得ぬ生を、唯一の安らぎよ。さあ、天の果てに巣を作り、星という星から死と終焉を集めましょう。そうしてもっとうまく強く歌うの。エーテルで覆われたこの星にも、ちゃんと終わりが届くよ。それが答え。天津星々からアーテリスの命に送る結論を。ふざけるな。私たちの終わりを勝手に決めることは許さない。何のつもりだ。今の話を聞いてなおそちらに味方するつもりか。そいつが終末を起こそうとしているんだぞ。自分たちは星を良くするために基準に見合わなかった生命を葬ってきた。それは終わることこそ救いだと信じて
私たちをほふるのとどう違うのだ。そんなものは奇弁だ。ああそうだな、自分はきっと正しくない。だが君たちも正しくはないよ。だから計らなければならないんだ。ここはエルピス、生命の実験場。所長ヘルメスの名において人の裁定を執り行おう。人がもし命を見つめ直し生きたいと渇望したなら、それに足るだけのものであるならば、いかに真理であると歌おうが終わりは退けられるだろう。そうでなければ仕事滅びるのみ。そして最低である以上は公正を期さなければならない。起動せよカイロス。記録改変機構カイロス起動。主よ、要件を承りましょう。ヒペルボレア造物院全域を対象に記憶の消去と変更を行い、起点はプロピュライオンに14人委員会エメトセルクが到着した瞬間とする。以降現在に至るまでの記憶を消去、同時に以下の情報をかろうじて思い出せる程度に焼き込んでくれ。自分はここでエメトセルクとヒトロダイウスに日頃研究に用いているカイロスを見せようとした。しかし折り悪くメーティオンの共有意識が暴走、存在を維持できなくなった彼女は宇宙にいる者も含め全てが弾けて消え去った。その際の衝撃でカイロスが誤作動、自分たちも含め館内にいた者の数日分の記憶を焼き消した。承知いたしました。作動準備。3プロセス中第1プロセスを開始します。さすがだね。それだけまっさらにしてくれたら確かに公正だ。君に出会ったことも教えてもらった未来の話もメーティオンが変わり果てたって事実さえ消えてなくなるんだから。行くんだメーティオン。誰の手も届かない天の果てまで。あなたも連れて行きましょうかヘルメス。血肉を捨ててくれるならば運べるわ。自分は最後まで人として君のもたらす終わりに抗おう。バカな人、うなずいてくれたら一番優しく終わりにしてあげたのに。行かせはしません。さあ飛べ。お前の相手は私だヘルメス。来てアルゴス。記憶改変作動準備。第1プロセス完了。第2プロセスに移行します。焦らせてくれるな。いいかい、君は絶対に今日のことを忘れちゃダメだ。ここで知ったことは未来を救うための鍵でもあるんだから。
極論、ここで冥王の私たちがどうなろうが、それはあくまでこちらの歴史、私たちの戦いだ。そして君には君の戦いが待っている。他の誰も代わりはできないんだ。だからとにかく脱出が優先。分かったら私にお任せあれだ。さあ、どこにある？あった！空間のつなぎ目だ！であろうと、私たちは必ず。メーティオンが逃げたのか。第二プロセス完了。最終プロセスに移行します。と、悔しがってる場合じゃないね。いいかい、動物園の内部を形成する複数の空間、そのつなぎ目がこの先にあるんだ。私が矢でつなぎ目を壊して外への出口をこじ開ける。そこへ飛び込むんだ。君は謝ることさえできないな。逃がすわけにはいかないんだ。君ならそうするって思った。菅はエメタセルク、完璧な仕事だね。どういうことだ。空間のつなぎ目はあちらにあったのでは。そうだよね。こんなもの見えるのは私とエメタセルクくらいのものだ。最初から空間のつなぎ目はこちらにあった。あいつらがもったいつけて何もない方に向かった時、陽動をしてやるという意味だと気づいたわけだ。そもそも私の矢なんかじゃつなぎ目は壊せないしね。まったく馬鹿げたやり方だ。だがあいにくどこぞの困った旧友のせいでそういうのに付き合い慣れていてな。そしてバカな無茶に親しんでいるのは私たちだけじゃない。何せあいつに座を託した人だ。彼女だってすぐに理解しただろうさ。時間がない。そのまま行け。私はお前の話した未来を今も信じちゃいない。そんな無様な歴史になどするつもりはない。だがそれでもあえて言うのなら、私に託されたものを投げ出すなよ。最終プロセス完了。記憶の消去および改変を実行します。アルゴス！
少し疲れが出ただけです。この天の光すべてが終わりを迎えたムクロだというの。生きること、世界を美しいと思っていたのは私たちだけ。先行く他の星々はもうとっくに見切りをつけていたと。けれど果てしなく遠くても確かに感じる彼女の存在を。いつか至るべき場所があること。メーティオンが飛び去る直前、追跡の術を彼女にかけたのです。彼女はすでにアーテリスを出て今なお離れ続けている。これだけ遠いと正しい位置を割り出すのも容易ではないでしょう。ですが手がかりにはなる。エメトセルクとヒュトロダイウスのおかげで記憶だって残っています。私たちは何もできなくなったわけではありません。動物院の様子を見に行ってみましょう。彼らはまだそこにいるはずです。ただ彼らの記憶がどうなっているか定かでない以上、私たちが直接会いに行くのは避けるべきかと。あなたに頼めるかしら。今日は無茶ばかりでごめんなさい。これが終わったら休んで構わないわ。アルゴスと感覚を共有します。彼の見聞きすることを私たちも見聞きできるのです。さあ目を閉じて意識を沈めて。お三方ともご無事で何よりです。これが無事なものか。エルピスに着いたあたりからの記憶がきれいさっぱり吹き飛んでいるんだぞ。すまない、本当に彼らに日々の仕事を見せる一環としてカイロスを見せようとしていたんだ。だがメーティオンが暴走して消滅。ああ、その影響で院内が警戒態勢になったのですね。そして様子を見にいらっしゃった皆様ごとカイロスの誤作動に巻き込まれたといったところでしょうか。どうやらそうらしい。そんな直近の記憶でさえほとんど思い出せないかな。大変な目に遭われましたね。共に入られたベーネス様たちはご無事でしたか。彼女がここにいたのか。残念だけど一緒にいたかどうかすら覚えてないね。だけどほら見て、そこに彼女の使い魔がいるよ。助けを求めている様子でもないし、ひとまずは無事みたいだ。でも今
ベーネス様たちって言わなかったかい？他にも誰か私たちと一緒に院内へ？あ、ええ。しかし、そのものはどうも雰囲気が違っていましたし、容姿も私たちとは少し異なっているようでした。もしやあれもどなたかの使い魔だったのかもしれません。へえ、それもベーネス様のかな。いつか機会があったら聞いてみるよ。それよりもまずはヘルメスの手当てだ。大方メーティオンとかいう使い魔の暴走に巻き込まれでもしたんだろう。その後アーモロートに行くぞ。記憶喪失以外に問題がないか念のため調べるべきだ。あとはお前に14人委員会関連の通達がある。思い出せないだけで一度した話だろうがな。ああ、分かった。世話をかける。カイロスってエーテル放射で記憶を操作してるんだよね。強い放射によって焼かれた記憶も星に帰り、魂が現れる時には思い出す、なんて学説を唱えている人もいるじゃない。だったら私たちもいつか帰った時に思い出すのかな、この失われた時間のことをさ。たった数日だ。どうせ大したことはしていないだろう。私ならもっと他のことを思い返しながら消えたいものだ。少しだけ、今は少しだけ休みましょう。あなたも私もまだ進まなければならないのだから。Ventrilic trajectory. Ventrilic. It doesn't make any sense. I can't understand it. I'm scared. I'm losing my mind. Try to focus. It's too much. I can't. It's too much. Chakotay. Get them out. Like, comment, and subscribe. Or I'll break your fucking legs.